こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんシーズン2です。今日食べるカレーは京都雲月山椒が香るカレーです。京都雲月山椒が香るカレーということで、京都の料亭雲月さんが調理したカレーということで、香り高い山椒と香辛料が具材と織りなす老舗の味わいとパッケージに書いてあります。山椒カレー、確か一昨年2015年のシリーズで、これとは違うものですけども、山椒のカレーを食べた記憶があります。山椒独特の風味香りを感じたのをぼんやり覚えています。今日のこのカレーはそれに加えて京都の料亭雲月さんが、調理したというか監修したレトルトカレーということなんで、味わいについてはとても注目してみたいと思います。それでは準備します。京都雲月山椒が香るカレーです。たっぷりの玉ねぎ、そして牛肉が特徴です。香りの方は今のところそんなに強く漂ってくることはないです。いただきます。一口目、とても個性のある山椒の味わいが、これは確かに強く出ています。一口目、ソースを口に運んだんですけど、山椒の実が入ってるみたいで、それを噛んで潰すとさらに山椒の風味が広がって、とても強い山椒の味わいです。これはとても個性的ですね。辛みについては山椒の辛みも感じますし、カレーの辛みも感じて、ちょうどいいアクセントになっていると思います。玉ねぎ牛肉以外に舞茸が入っていて、この舞茸はなんというか、ちょっとこう気を抜かせてくれるというか、逆の意味でアクセントになっていると思います。全体的にはとても上品な味だと思いながら食べてたんですけど、やはりこれだけ山椒の風味が強いと結構パンチのある、そんなレトルトカレーです。ごちそうさまでした。
京都雲月さんという料亭 のカレー、食べ終えてまず感じるのはとても山椒の風味が強かったということもありまして、できたらここまで山椒の風味を強くしないこの京都の雲月さんが、手がけたカレースタンダードな形のカレーを食べてみたいなと、そういうふうな、感想を持たせてくれました。このカレーとても個性的で、とにかく山椒の、風味が強いので、これきっと味わいについては食べる人によって意見の分かれるところだとは思います。私は正直ちょっと個性的、山椒の風味が強すぎるかなとも思ったんですけど、これは、京都のご当地カレーということで、そういった際立った個性があってもいいものかなと、そう思って、食べ終わりました。それでは今日のこのカレーの採点と現在のランキングをご覧ください。さようなら。このランキングは4つの項目、味わい深さ、具材、程よい辛さ、コスパ、それぞれの得点の合計で順位をつけています。ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。